皆さんこんにちは、指揮者の木村光太郎です。リバーサルオーケストラ第7話、プロの指揮者がプロの指揮者目線で田中圭さんの指揮の凄さを解説してみた。1番目、ベートーベン交響曲第5番運命について。玉響の定期演奏会でのメインの曲がベートーベンの交響曲第5番運命に決まりましたね。これはね、前回の動画でも少しお話ししたんですけれども、実は運命というタイトルはですね、ベートーベンがつけているわけではありません。ご存知ね、この運命ですけれども、一番最初の出だしが一番難しいわけですね。トトトトーン、ここですね。これですね、もういろんな指揮者がね、いろんな解釈、いろんなね、指揮の振り方をしているんですけれども、少しね、そもそも論のところをちょっと解説してみようと思います。ではですね、今ここら辺に出てる楽譜を見ていただきたいんですけれども、この曲ですね、一番最初に始まるときに、8部9部って言われる9部がですね、うっていう風に息を取って始めるんですけれども、だから、ダダダダーンではなくて、ダダダダーンという風になるわけですね。これですごいやっぱりここに緊張感が生まれて曲がですね、締まるわけですけれども、このウッダダダダーンっていう演奏のですね、解釈が何通りかあるので、ちょっとやってみようと思います。最初なんですけど、ちょっとゆっくりやってみますね。入る時のアプローチが鍵になってくるわけですけれど、このここでテンションが高まって、そしてもう一回テンションが高まってっていう風に、まあ楽譜には書いているわけですね。それをちょっと何パターンかね、やってみようと思います。ありましたね。最近ではですね、まあなんていうんですかね、こう全体をこう4拍子に感じると言いますか、ゆっくりやってみますね。1、2、3、んぱぱぱぱん、2、3、しぱぱぱぱん、オフ。で、こういう風に考えるとですね、すっきりとね、曲がね、割り切れるんですね。だから式もね、こう、んぱぱぱぱん、パパパパーンって、なんかこう、力んでね、やらなくても、1、2、3、トトトトートトトトーン。まあ、ここで数取りをね、1、2、3っていう風にやったりすると、割とね、こう、スッキリね、なるわけですけれども、やっぱりね、この曲の一番最初の出だしっていうのは、やっぱりね、こう、指揮者にとっても、鬼門でございます。この運命の出だしをですね、昔のですね、スーパー指揮者のモノマネでお届けしてみたいと思います。ヘルベルト・フォン・カラヤン先生。続いてはレナード・バーンスタイン先生。続いてはアルトゥール・トスカニーニ先生。続いては小沢誠二先生。4人のね、指揮者のちょっと真似をやってみましたけども、ね、10人問えるというようにですね、4人ともね、全然違いましたね。このですね、運命の最初のですね、指揮者のですね、こう、振り比べっていう YouTube がね、ありますので、概要欄のところにですね、URL を貼ってみたいなと思いますので、私のモノマネが上手だったか、そうじゃなかったか、ぜひチェックしてください。ところで、時矢朝さんの
運命の冒頭はどうだったかというと、まあね、練習も初日ということで、まあしっかりね、こう、オーケストラをね、こう、交通整理するような、比較的ね、おとなしい式だったなというふうに思います。まあこんな感じでね、トトトトーン、トトトトーン。なので、これからですね、定期演奏会のコンサートに向けてですね、きっとボルテージがね、上がっていくと思いますので、どんなね、式になっていくかはですね、とっても楽しみです。2番目、常盤朝日さんが、セリフで、日本人指揮者が海外で活躍するためには、とにかく顔を売る必要があるというような発言をしていましたけれども、そのことについて解説したいと思います。この件についてはですね、私の経験を少しお話しさせていただきたいなと思いますけれども、私はですね、ベトナムという国とロシアという国でですね、まあ仕事をね、させていただくんですけれども、例えば、ホーチミンという人が、まあ亡くなってね、75年の、まあ記念のですね、年があったわけですけれども、私はですね、そこの記念の式典をですね、日本人で多分初めてだと思いますけれども、もうね、ベトナム全土の生中継で私ね、指揮をさせていただきました。それから、実際ね、仕事のオファーはいただいたんですけれども、受けれなかった事例として、シベリア鉄道がですね、開通して、安倍総理とプーチン大統領が、シベリア鉄道のね、起点である、ノボシビルスクというですね、シベリアの、まあ、中心としてですね、セレモニーをするという案件をいただいたんですけれども、それはね、ちょっと残念ながら、叶わなかったんですけれども、そういったですね、案件もあります。それから、テレビに出演したり、まあ、報道陣がね、こうたくさん集まっている中で、記者会見をさせていただいたり、Tôi đến Việt Nam và làm việc với nhà hát nhạc vũ kịch lần này là lần thứ ba. Tôi đã có rất nhiều tình cảm với nơi đây. Chất lượng, trình độ của dàn nhạc giao hưởng ở Việt Nam không hề kém chút nào. Bởi vì nếu kém thì không thể nào có được đêm diễn tuyệt vời như đêm nay. Mỗi khi trình diễn ở đây, tôi đều thấy sự ấm áp nồng hậu. Chính vì vậy, 政府のね、要人の方と面会させていただいたり、それからね、こう、コンサートをね、協賛してくださるスポンサーの方たちとのお食事会がね、あったりしますよ。まあですね、あと私ね、その海外でコンサートをするときはですね、必ず自分でおしゃべりをします。どうもリベンチェル、ハバオン。âm nhạc đến từ Nhật Bản。まあ、MC をするんですけれども、まあ、挨拶とかですね、ロシア語だったら、ズドラストビーチェーとかですね、ベトナムだったら、シンチャオーとかですね、マイネームイズコータローっていう風なですね、こう、会場をですね、割と盛り上げるんですね。まあ、私の拙い英語なんですけれども、まあ、曲のね、解説をしたり、こういうところを聞いてほしい、見てほしいなんていうことをね、言いながら、コンサートを進めるんですけれども、やっぱりね、そのコンサートが終わったら、まあ、いわゆる出待ちですね、まあ、サイン会とかもさせてもらうんですけれども、まあ、その、ファンのね、人たちとお友達になって、また次の年にやってきたら、なんかね、日本の曲を覚えてきたから聞いてよ、なんてですね、言って覚えてくれてて、そして待ってね、くれてたりするっていうような経験もあります。ワン、ツー、隣のトトロ、トトロ。まあ、なので、やっぱりこう、ね、どこの国に行ってもそうだと思うんですけれども、やっぱりこう、人と人とのですね、こう、つながりかなというふうに思いますし、やっぱりこうね、楽しみに待ってくださるね、お客さんがいらっしゃるので、ね、僕も元気にね、また戻ってくるっていうことも、大切な一つじゃないかなというふうに思います。3番目、常盤朝日さんがゲバントハウスのオーケストラを指揮したということが話題に出てましたけど、このゲバントハウスというのは何なのか、うちの名前じゃないんですよね。なんとかハウスとかいうわけではなくてですね、これはね、ドイツのライプチヒというところにあるオーケストラの名前なんですね。このオーケストラはですね、1743年に初めて世界でね、初めて市民階級による自主経営オーケストラとして発足したオーケストラです。それまではですね、まあ、宮廷で、まあ、コンサートをね、楽しむような感じだったんですけれども、このゲバントハウスのね、オーケストラができたことによって、お城やですね、宮殿を演奏会場として、入場料さえ払えば、誰でもですね、オーケストラの演奏を楽しめるようになったというふうな歴史を作ったオーケストラです。世界で初めて職業指揮者になったのは、メンデルスゾーンという人ですね。
pa 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 pa指揮者はいかにオーケストラからいい音を引き出すことかというふうにですね、会話があったんですけれども、私が思うですね、指揮者にとって一番大切なこととは、これはですね、ズバリ自分が指揮者だと思う強い気持ちだと思います。まあ、なぜかというと、日本では指揮者のですね、国家資格って聞いたことあります？ないですよね。免許聞いたことあります？ないですよね。なので、日本でね、指揮者をする場合は、基本的にはね、自称指揮者になります。なので、誰でも指揮者になれるチャンスがあります。まあ、だけど、その仕事がね、来る来ないはまた別の話に、なるんですけれども、私はですね、ベトナム、ロシアで、活動しておりますけれども、まあ、どちらもですね、いわゆるこう、まあ、資格みたいなものを持って活動しているんですけども、今日はね、ちょっとお見せしようと思います。こちらです。これね、私がね、一番最初に、契約した時なんですけども、まあ、ミスター・コウタロウ・キムラって書いてあってね、プリンシパル・ゲスト・コンダクター・オブ・ザ・チャイコフスキー・サンクト・ピーターズブルク・シンフォニー・オーケストラ・フォー、2015年から2017年のね、シーズンって書いてありますけれども、私はね、こういうふうに、あなたはロシアの国ではゲスト・プリンシパル・コンダクターですよっていうことで、まあ、こういう、まあ、資格みたいなのをもらって、活動をしております。で、私がですね、本当にこう、指揮者のですね、一番大切な、本当にこうね、指揮をするっていう上での役割なんですけれども、まあ、もちろんね、こうやってこう、指揮をね、するっていうことそのもの自体も大切なんですけれども、本当にね、大切なことが僕はあると思ってます。それは何なのかというと、例えば A から B の地点に行くとするじゃないですか。で、このね、A から B に行くまでの具体的な道筋の提示だと思います。まあ、言葉にすると、ちょっとね、わからないと思いますので、ちょっとね、実際に演奏を聞いていただいて、ちょっとね、説明していきたいと思います。はい。それでは、パッフェルベルという人が作りましたカノンをですね、題材に演奏してみたいなと思っております。では、まずはちょっとね、ちゃんと弾いてみますよ。続いて、ただ演奏をしてみる。もう抑揚もつけないで、ただ演奏してみるということをやってみます。いかがでしたか？ね、もう抑揚もないですね。こう、なんか、のべーっとした演奏になったと思うんですけれども、じゃあ、最初のね、演奏したのは、なんであんな風になるかをちょっと説明してみたいと思うんですけれども、まあ、音にはですね、なんていうのかな、こう、小さなグループがあるんですけれども、そのね、小さなグループを、まあ、正確に捉えていって、並べていくと、ああいう立体的な演奏になります。ちょっとね、取り出してやってみますね。じゃあ、最初のグループ。次。これだけのグループがあると思います。だこのいうね、グループを見つけて並べていくとすごく立体的な演奏になるし、私もね、見つけててとっても面白いですね。もう一度だけこのね、一つ一つのグループをつなげて演奏してみたいなと思っております。ビフォーアフター聞き比べてみてください。ではもう一度のべっとした演奏から、ではグループを的確に捉えた演奏。
いかがだったですか？ビフォーアフターが分かったでしょうか？私がですね、海外で指揮をして驚いたのが、今ね、こう、グループでっていう話をしましたけど、これがね、なぜだかこう、海外の方たちはですね、演奏にね、自然とね、身についているんですね。これがね、なんで身についてるかっていうのを、私はね、死ぬまでには解明できたらいいなと思ってます。5番目、指揮者の権限でリハーサルを早めに切り上げられるのか。ね、今回ドラマの中で、時岩朝日さんが、もう今日の練習はやめっていう風にして、まあ、少しね、練習を早く切り上げてた場面があったんですけれども、これがね、本当にできるのかということなんですけれども、結論から言うと、できます。まあ、指揮者はですね、一応時間を与えられていて、まあ、結果ですね、ちゃんとこう、いいコンサートになれば、そのね、時間は自由に使っていいと。特にね、海外はそういう風なね、スタンスでいるなという風に思いますので、まあ、そういうですね、権限は基本的に指揮者に委ねられていて、でもね、オーケストラとしてはちゃんと、まあ、1時間っていう時間があったら、50分練習をして、10分休んで、で、途中で昼休みがあったりとかですね、そういうタイムスケジュールというのは、オーケストラが組むんですけれども、まあ、ちょっと早めに終わって休憩長めにしようね、とかっていうような権限はですね、指揮者にあります。リバーサルオーケストラ第7話、常盤朝日さんの指揮の凄さ、解説してみました。皆さんいかがだったですか？ね、今回はちょっとあまり指揮のね、出番が少なかったんですけれども、これからね、定期演奏会、それからね、コンペに向かって、このね、また田中圭さんのね、凄テクニックがですね、どんどん出てくると思います。みんなでですね、このリバーサルオーケストラをたくさん見て応援していきましょう。それではまた皆さん、次回お会いしたいなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。それでは恒例のさよならコールお願いします。じゃあいきますよ。せーの、さよなら。